屋台で1万円食べるまで入れません。お腹今何分目？まだゼロ。これ全部チーズ。あはい、今日はここ愛媛県のお祭りに来てます。イエーイお祭りね、これ神社でお祭りがあるんだけど、はい、屋台がね、めっちゃいっぱい出てんのよ。はい、で、なんかするんですよね。上がってますよ。1万円企画。おお。屋台で1万円食べるまで入れません。できるかな、2人やけど。そっちゃんおらんからな。え、食べるだけ？まあ、なんかいろんなお店があるから、うん、別にいいよ、何やっても。じゃあ、頑張ろうか。2人で力合わせて頑張ってね。はい。何食べたいん？チョコバナナと唐揚げとお好み焼きと、あと、食べたい。何でもいい。とにかくお腹が空いてんねん。そういうことですね。はい、じゃあ行こう。はい、どうもいらっしゃい。500円です。はい。はい、どうぞ。はい、どうも、ありがとうございます。いらっしゃい。美味しそう。ポテト食べる。ポテト？大盛り？はい、どうしようか。はい、どうも。買いました。ポテト。じゃあ、2本。コーラのマーティー。はい、ハマチコチャンネル。じゃあまずはこれからいただきますね。いただきます。チョコバナナ、ね、コアラのマージついてるやつとついてないやつあったよね。うん、早速コアラのマージか。お昼ご飯抜いてきたから。そうやね、うん、もう今だって2時半やろ。うん、ペコペコ。うん、どう？おいしい。おいしい。おいしい。おいしいやろな。でしょうね。うん、うめえ。うん、おいしい。そして久々に食べた。そうやろな、お祭りでしか食べへんもんな。おいしい。おいしい。だってもうコロナでさ、ずっとお祭りなんか行かれへんかったやんか。じゃあ唐揚げ。うわー、ええなー。美味しそう。怖いねんけど、これこの唐揚げめっちゃおいしいねんな。いただきます。暑い？大丈夫？大丈夫。暑いやろ。止まってるけど。止まってるけど大丈夫。うん、止まってるけど。めっちゃ美味しい。美味しい。食べたい。もうお祭り楽しんだらもう絶対ここの唐揚げ。ここの唐揚げな、食べてんもんな。地元の友達に教えてもらってんな。うん、ここの唐揚げ美味しいよって。毎回凍ってる。うん、美味しい。なんか味付けが違うねんな。うん、なんか祭りと唐揚げはよく似合うな。お前ここ噛まれたの？噛まれてるな。あのオープニングの時のさ、こうやってやる時さ、あれどうしたんやろうと思いながらやってた。すっごく食べるね。あ、じゃあこれ見てよ。ほんまや、ポテト。嬉しそうやな、祭り。唐揚げ完食した後はポテトやな。めっちゃうまい。おいしい。お、カリカリ。おいしい。ポテトなら生も食べれるよな。うん、全然。あら、太鼓入ってきてんのか。うん、祭りが始まってんねん。今日長いからな、夜遅くまでやるから。もうここのな、神社が人いっぱいになんのよ。すっごい人になんのよ。だから今のうちに屋台回ってる方がな、そう、すぐ帰るやろ。そうやで。まーちゃん、お腹今何分目？まだゼロ。強ない？すごいな。めっちゃ強ない？電球ソーダ、うん、いただきます。カルピスやね、あんたは。おいしい。おいしい。ちーちゃんは、ちーちゃん、哺乳瓶や。哺乳瓶やな。そっから飲めんの？それ。
からのこっから飲んでる子がおった。あ、そうな。やっぱここからいけるわ。どうやって飲むの？吸ったらいい。吸っても多分出てくる。上向かう。どう？めっちゃ吸いにくい。ちいちゃん、ちいちゃんとおいちおいしい、おいしい。おいちおいち飲みづら。普通の、これ開かへんの？開くとは思うよ。開いた開いた開いた。そっから飲むんかい。一個も映えへんやないかい。全然映えへん、全然映えへん。この子飲みやすい。おいしい。ねえねえ、あのさあれ何食べる？食べるんじゃなくてさ、あの宝石すくいやりたい。宝石すくいやろっか。分かってる？分かってるよ。ほんまに分かってる？分かってるよ。宝石。あ、よかった。ほんまに分かってる。それぐらい分かるって。もう6年生なんだから。ハマチコチャンネル。え、取れるかな？頑張り。取れてる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 。イエーイ。まずもう1個。え、1個だけよ。寄せるタイプね。もう無理やろ。もう穴開けまくってるやん。まだやりたい。あと1回。ちょっとちょっといい。はい、おまけで、あと1個だけも。まだと。虫に行こう。虫に行かれた。あと、うち行こう。ねえねえ、チーズにトッピングって何が合う？なんでもあるよ。ケチャップが欲しいな。結局ケチャップ。なんか、これ、それ揃う？でかいの取ったな。でかいの取ったな。ゲソ1個ください。ありがとうございます。パパも食べる。僕も食べる。おいしい。めっちゃ良い。ちいちゃん何にする？もういらんけど。大丈夫大丈夫大丈夫。いらん。大丈夫、遠慮してくわ。イカゲソありますって書いてある。ゲソ一番無理。はい、マチュール。いただきます。これ全部チーズ。わかるわ、ケチャップやわ、これは。ケチャップや、これ絶対ケチャップや。うまいな、これ。おいしいね。何？ポテト？チーズ。チーズ。食べる？もらっていい？うん。お母さん食べるね。ケチャップにめっちゃ合う。お父さんよりね、まずれ落としたから。見て、これお母さん。あ、ほんと。汚しようね。こうやって食べたらいい。うん。これおいしいわ。これめっちゃおいしいやん。うん。これは当たり。これ当たり。うわ、すごいジャンボ。ジャンボのイカ焼きじゃ。イカ焼きジャンボ。いただきます。まーちゃん、こんなイカ焼き食べるの初めてじゃん。大きいの選んだけど。めっちゃうまい。おいしい。柔らかそうやね。めっちゃ柔らかい。そっと噛み切ってたわ。美味しそう。うん。一口もらう。なんか。いらん。いらん。こっちの方がいい。チーズの。なんと、なんと今で6300円です。え、今のちょっとお腹の状況聞こうかな。時間は、6。まーちゃんは？寒さぼり食らいついてるけど、まだ4ぐらいしかない。まだまだいけるな。じゃあめっちゃやさぐれてないこの子さっきから。どうした？お腹いっぱい。
いや今6割言うとったかな。うん、今9。今9に来た。勝って変えるか。勝って変えるか。それでもいい。それじゃあ唐揚げまた。うん。重たい。重たすぎやろ。ハマチコチャンネル。はい、てなわけで帰ってきました。はい、ちょっとね、バーバンチに帰ってきました。はい、てなわけで一つ目は、じゃーん、ワンピースのカステラです。あるあるよね。どんな入ってる？この中はね、ちょっとね、可愛くて、あれ？あれ？これはね、ジバニャン。ジバニャン、ジバニャン。え、ここあれ、全部ママチョッパーやと思ってた。あー、ウソップ。あー、チョッパーや。え、チョッパー、ウソップ。鼻チョッパー、気持ち悪い。チョッパー、気持ち悪い。潰れてるわ。鼻潰れてるけど、ママチョッパーや。いただきまーす。いただきまーす。これは、人形カステラ、チョッパーカステラ。うん、めっちゃ美味しい。もうね、ごめん、松井ちゃん何でも美味しいわ。美味しくないっていうものに出会ったことがない、はい、今まで。ほんで次がイカ焼き。さっき食べてなかったっけ。あ、何のことだろうね。さっき食べてたやんな。うん、おかわりやな。いただきまっちゃ。これ、何回食べても美味しい。行く。ちーちゃん食べて。頑張れ。一気一気一気。一気で行っていいの？なくなるで。ちっちゃ。ちっちゃ。一口も食べてない。いらんの？イカがそもそも好きじゃないもんな。ちーちゃんはこれやな。絶対に私はこれ。食べたやん、それも。これはね、マジで美味しかった。ちょっと待って、でかなってない？さっきそう、これは、一番大きいやつを選びました。1000円のやつ。そう、絶対うまいかな。美味しいよな。うん、めっちゃ美味しい。絶対パパ、ここのが一番食べたいって。どうしても一番好き、ここの。うまい。どんだけ食べても飽きへんね。カステラも最後の一口いただきます。もうないの？はい、マジで？うん、うまや。もうないわ。食べますか、上も。はやっ。めっちゃ美味しい、これ。うん、じゃあ、この最後、いただきます。食べ方すっげー、やばっ。ハマチコチャンネル。今から合計金額発表します。1万円企画でございました。はい、はい、それでは言ってる気がする。全部の今日の屋台の金額合わせて9900円。え、100円やん。2900円。100円足れへんかってん。あと100円か。あと100円やって、もう一回行く。行こう。行っとくか。100円のやつ探そう。うん、なんか探そう。行こう。100円ってちょ、なんかチョコバナナ、なんか買えるよ。なんかチョコバナナいいよな、いいよな、いけるよな。半分でしょ、半分でしょ、半分でしょ、半分でしょ。ハマチコチャンネル。はい、というわけで、来て、まーちゃんの泣きの1階の宝石すくいをしました。うん、もう1回、しましたね。唐揚げを買って、食べ終わって、で、はい、2回1つ食べ終わったんです。また、はい、今食べたんですね。空っぽになりました。はい、1個なんか買わされて、うん、1000円分買わされて、買わされてな。で、まだお腹空いとったんで、もう一個買って。4回買ってるって。これもやってるってわけで。4回買った言われない。そうやで、もうな、覚えられて。お店の人に覚えられてるやん。そう、覚えられて、4回目やなって言われた。ハマチコチャンネル。唐揚げを食う姉妹。なぜこういう取り方をしてるかだけ映さねえためさ。